はい、どうも皆さん、こんにちはです。今回もね、ポケモンスカーレット&バイオレットやっていきたいと思います。はい、というわけで本日は4月20日の木曜日ということで、前回の動画でもお伝えしましたけども、明日ね、ハピナスレイドと最強爆風レイドが復活するということで、楽しみにしてる方も多いと思います。で、さらに限定アイテムであるキャンバスリュックスーパーもですね、明日配布が終了してしまうということで、まあ詳細はね、前回の動画見ていただければいいかと思いますが、なんとですね、本日また速報が入りまして、なんと新たに不思議な贈り物が公式から配布が開始されましたと。で、さらにですね、もう一個復活するイベントが、ありますということで、これもね、公式から発表されましたので、今回はですね、その不思議な贈り物を今回の動画で皆さんで一緒に受け取っていきましょうということと、あとね、もう一個の復活イベントの詳細について話していきたいと思います。はい、では早速ですね、今回の新たな不思議な贈り物を一緒にもらっちゃいましょうということで、ポケポータルに入りましょうか。はい、で入ったらこちら不思議な贈り物一番下にあるので、ここ入って、でシリアルコード合言葉で受け取る。そうするとこのように合言葉が打てますので、今から僕が言う合言葉を真似して皆さん打ってください。そしたらまずは R で 0CKANDBAT0N、 はい、これで終わりですね。ロック&バトンという風に今回の合言葉はなっております。はい、そうするとですね、こちら道具セットプレゼントというものがもらえますので、はい、こちら一緒に受け取っていきましょう。さあ、道具プレゼントとは一体何かと、一体何がもらえるんでしょうね、今回はね。さあ、オープン。はい、来ました。技マシン116番と132番、この2つのね、技マシンが今回はもらえるといった感じになっております。で、何の技マシンかと言いますと、まずはこちら116番はステルスロックの技マシンになっております。で、さらに132番はですね、はい、こちらバトンタッチということで、こちらの2つの技マシンが今回は一気にね、1つずつもらえるといったような感じの贈り物になっておりますので、ぜひ皆さん見逃すことなくこちら受け取るようにしておいてください。で、一応このね、プレゼントの締め切り期限が5月7日の日曜日の23時59分までとなってますので、まあ一応ね、余裕はあるんですけども、この機会にぜひ受け取った方がいいと思います。はい、ということで皆さん無事にね、不思議な贈り物で技マシン2つゲットできたと思います。ということで、今からはですね、次のトピックいきましょうか。はい、もう一個の復活イベントがね、いよいよ開催されるということが決定しましたので、今からはですね、そのイベントの詳細について一緒に見ていきたいと思います。はい、それがこちらですね、あのパラドックスポケモンたちが帰ってくるということです。はい、うねる源鉄のイサハが再度ね、出現するということになりまして、期間がですね、5月1日の9時から5月15日の月曜日8時59分までなので、丸々ね、2週間開催されるということですね。で、こちら星5です。はい、星5のうねる源鉄のイサハが出現するレイドが再びね、開催されるということが決定しました。で、ここね、書いてますけども、スカーレットの方でうねる水面、バイオレットの方で鉄のイサハなので、まあ両方はね、手に入らないです。その片方のソフトだけだと両方は出現しないので、ここは気をつけてください。で、ここも注意点なんですけども、本イベントで出現する、まあ、それぞれのポケモンは1つのセーブデータにつき1匹のみなので、前回のね、だいぶ前に開催されたこのうねる水面鉄のイサハレイドで一度捕まえたことがある人はもう今回ね、参加して勝ったとしても捕まえることはできません。はい、それに注意してください。なので、まあ周回して報酬を狙うということしかできないということですね。
まあこれね2週間なので結構長いですよね。まあ前回のうねる源鉄のイズハレイドも確かね2週間あったと思うので、まあその影響ですかね。でなぜこれが再び開催されたかと言いますと、なんとですね前回のレイドではバグがありまして、卵バグですね、捕まえたポケモンが卵になっちゃうというねバグがあって、でそれで公式がねアップデートするとともに修正をかけて、で再びこのイベントを開催するということが決定されたということですね。はい、なので前回ちょっと運悪くね卵バグに遭遇してしまった方はこの期間内で捕まえられるチャンスなので、ぜひねこの期間参加するようにしてください。でちなみにですね攻略動画、まあ、ワンパンソロでできるという攻略動画はねずっと前に上げていますので、ぜひね、まだ倒せてない方とか、あとはね今後ちょっとこれ周回したいなと思ってる方はそちらの動画概要欄に貼っておきますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、というわけで今回はね2つのお知らせを皆さんにお伝えしてきましたということで、ちょっとね久しぶりにボックスからこの2体引っ張り出してきたんですよね。うねる源鉄のイサハ、まあやっぱりね久々に見たらかっこいいなと思いまして、これねうねる源ねスイ君の古代のバージョンですけども、この子ねめっちゃでかいんですよ、うん、こんな感じでバカみたいにでかくて、で意外とですねこれが平均的なサイズらしいです。はい、めちゃめちゃでかくって、で反対に鉄のイサハの方はめっちゃちっちゃいというね、思ったよりめっちゃちっちゃい。はい、こんな感じ、まあ主人公よりもちょっと若干身長高いかなぐらいの感じで、まあもうサイズ感で言うと正反対みたいな感じですけども、まあぜひね、この両者まだ捕まえれてない方は、レイドね、ぜひ参加してみてくださいということで、今回はねこれで終わりたいと思います。またね有益な情報があればどんどん動画で発信していきますので、ぜひチャンネル登録と、もしよければこの動画の高評価もよろしくお願いします。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。それでは皆さんバイバイ。